はや道路はや道路は、鹿児島県霧島市のはや東インターチェンジから、道県愛良市のカジキジャンクションに至る、国道15バイパスである。全線が高速自動車国道である東、九州自動車道に並行する、一般国道自動車専用道路である。道路利用者へ向けた案内標識には、道路境界の標識を除き、東九州自動車道と表示されている。 道路管理者は西日本高速道路である。2018年度より全線で4車線化工事に着手しており、2024年度までに完成する予定である。1992年3月25日に姶良郡早戸町から姶良郡梶木町までを結ぶ国道15バイパスとして暫定2車線で共用開始した。 2018年3月16日に開かれた道路文化会第16回事業評価部会の資料にて、早戸道路について以下の問題があると挙げられており、また全線で速度低下が発生していることから4車線化が必要とされた。2018年3月29日、国土交通省が西日本高速道路に対して、早戸道路全線の車線数の増の事業許可を 行った旨を発表。道路管理者である西日本高速道路は4車線加工時に着手し2024年度までに完了する予定である。ありがとうございます。